アンリです。前回はですね、ベロニカの妹を救うべく荒野のね、地下迷宮に行ったわけなんですが、無事に妹セーニャと合流し、そしてね、ホモラの里に戻って、双子の姉妹がなんと新たに仲間に加わり、勇者であり悪魔のね、子と呼ばれたアンリーの真相をつかむべく、これからね、みんなでサマリー王国に向かうとのことなので、早速やっていきましょう。おい、とりあえずね、酒場を出て、わぁ、もうこんな夕方か。お、わぁ、と思ったら夜になっちゃったよ。いや、新しいね、仲間が加わったからな、心強いね。ちなみにみんな聞いて、ベロニカの衣装がね、今ね、ウリボーのさ、格好に変わってるんだけど、これね、プレゼントで、ドラクエイレブンエースをね、やった時にプレゼントでもらえて、可愛かったからさ、早速着させちゃった。どう？みんな可愛くない？魔法使いっぽいさ、セーニャとね、お揃いのような衣装も可愛かったんだけどさ、このウリボー可愛すぎてさ、早速着させちゃったよ。ってことで、はい、チーズ。おーし。いや、いいじゃない？おーし、おーし、おーし。みんなが、無事に、旅を終えられますように。よし、行くか。ここも雰囲気いいな。ここにさ、でもさ、じいちゃんがいるからさ、ここでも撮ろうかと思ったけど、この人絶対映るからね、やめようと思って。絶対映るよね、こうやってさ、こうやって見たら。ほら、映っちゃわないかな。一応撮ってみるか。どうだろう。やだ、映ってるああいうの気になっちゃうからな、アンリー。ああ、ちょっと、やめとこう。次、ホムラの里に戻ってくるときはさ、どいてくれてるといいな。せっかくの映えスポットが、たく、ってことで、向かいますか。サワディ王国にね。どう？どう？おう。あ、そうだわ、アンリー。これから長い旅になるでしょ。とても便利な呪文を教えてあげるわ。ちょっと待ってね。おどんな呪文だろう。うーん、えい。アンリーはルーラの呪文を覚えた。すごいね、ベロニカってこうやってさ、人にさ、呪文を教えることもできるのね。これでよしっと、そのルーラの呪文を唱えれば、今まで訪れた町にすぐ移動できるの。便利すぎる。後でここに来たくなったら、呪文のルーラからホムラの里を選べば、まだ戻ってこられるはずよ。さあ、無事にルーラも覚えられたことだし、大樹の枝を探す旅に出発しましょう。目指すは南西の砂漠にあるサマディ王国よ。行くかー。ドドドドン。おーし、したら初めてのさ、4人でのさ、わー、見てみんな4人での冒険が始まるよ。いや、見て、ベロニカ可愛いな。可愛いんだけど。ずっとこれでいいよ。早速余韻で戦うか。おら、4人もいたら心強いわ。戦う。おお、ベロニカさ、やるな。いや、こうやってさ、魔法でさ、攻撃できる味方がいるとさ、心強いね。おや、おーし、一気にさ、にぎやかになったしさ、強くなったわ。嬉しいな。うわー、仲間だよ。ってことで、ここだな。ここでこう行って、ここですね。ここに向かうと。行きますか、みんなに。こちらに行くぞ、お前ら4人でキャンプもするか、みんなで。初キャンね、初キャン。やってこいぜ。はい。おー、いいね、いいね。わ、いい雰囲気じゃない。せっかくだから写真撮っとくか。おー、セーニャが本読んでるよ。ベロニカはなんか、温まってるって感じ。今日はね、あったかい飲み物飲んでないみたいだな。おー、いいじゃないの。これドローンで撮ってんのかな、この写真。お、いいんじゃない、いいんじゃない。おお、いや、いい写真だわ。旅の思い出は大事だからね。可愛いんだけど、ベロニカ。ベロニカ可愛すぎる。お
るし、話しかけてみるか。いろいろアクシデントに巻き込まれたけど、私のマリコはちゃんと戻ったし、若さも手に入ったし、結構お笑いだったわね。それに悪い魔物も退治するのも気分がいいわ。まあ、ホムラの里の人は、のんきすぎて存在に気づいてなかったみたいだけど。いいじゃないか、のほほんとしてて。その、サマディ王国はアーリー様にお会いする前に少しだけ立ち寄りましたが、ホムラより人が多く楽しい場所でしたわ。サマディ王国へ無事に着いたら少し息抜きをしてくださいませ。さぞ大変な思いをしてきたでしょうから。セーニャはさ、ベロニカとさ、真逆の性格だな。なあ、カミユー。七色に輝く大樹の枝か。なんだかうさんくさい話だが、今はそれにかけてみるしかなさそうだな。それじゃあ命の大樹の枝があるという南西のサマディ王国に行ってみようぜ。だね、キャンプしたら向かうか。休んねん。お昼間ねん。たったんたーん。おいし、しっかり休んだから向かいますか。もうすぐそこだからね。行くわ、おみいら。獣の骨、骨手に入れてよ。行くぜー。おードキドキー、ジャブだ。おっしゃー、たたっとー。おい、着いたぜー。お、神父様がいるよ。セーブしとっか。大変だっち、大変だっち。なんだ、このままじゃ四つ族が大変だっち。誰かに助けてもらいたいけど、誰もオイラたちが見えないっち。あ、これ四つ族っていうのか。おえー、このペンギンみたいな、もうどうしたらいいかわからないっち。本当にピッチっち。え、まさかオイラが見えるっちか。すごいっち、とうとうオイラが見える人を見つけたっち。オイラが見えるってことはあなた勇者様っちね。やった、とうとう見つけたっち。はじめまして勇者様、オイラは四つ族のクルッチだっち。いきなりだけどお願いがあるっち。オイラたち四つ族のピンチを救ってほしいっち。どうかお願いしますっち。仕方ねえな、助けてやるか。やったっち、勇者様ならそう言ってくれると信じてたっち。おいし、なあアンリン、さっきからお前誰と話してるんだ。暑さでぼーっと幻でも見てるんじゃないでしょうね。じゃあ早速勇者様を村へ案内するっち。ただその前に今の状態を冒険の書で記録してもらってもいいっちか。冒険の書、おいし、これね、セーブをして、おいし、よし、記録できたっち。それでは四つ村に出発進行だっち。おう、おお、いきなり 2D になったよ。え、四つ村、すごーい。ああ、どうなってるの。いきなり目の前に村が現れたわ。まあ、なんて可愛らしい。この方は一体、あなたたちは勇者様の仲間っちね。言ってなかったけど、四つ村には不思議な力が満ちていて、村の中だけは普通の人でもオイラたち四つ族の姿が見えるっち。うん、四つ村は四つ族。いきなりそんなこと言われても何のことか分かりやしね。話があるならちゃんと相手が分かるように説明しやがれ。じゃあ説明するっち。オイラたちが住むこの四つ村は、ロトジタシアとは時の流れが違う、全然別の場所にあるっち。あ、別世界の村ってこと？時の行く末を見守る一族、オイラたち四つ族はある使命を果たすためずっとここで暮らしてたっち。あ、だからさ、あんなにさ、いろいろな場所でさ、四つ族がいたんだね。あ、オイラ勇者様のことを長老様に教えないといけなかったっち。だからここから先は長老様に聞くっち。長老様は村の階段を登った先にある祭壇の間にいるっち。じゃあオイラは先に行ってるっち。わかったっち。もう行っちゃったよ。わあ、こういうさ、 2D のゲームさ、初めてだからさ、わあ、すごーい。おう、クルッチとの話を聞いていました。あなたが勇者様なのですね。ようこそ寄ってもらえ。まずは長老様にお会いください。長老様は階段を登った先にある祭壇の間にいます。お、これ入れるのかな。お、いや、 SE もさ、 2D 仕様になってる、すごい。まあ、村のね、 BGM はさ、多分ね、 3D と同じ仕様だけど、こういう SE がさ、 2D 仕様で、うわ、すごいね、ドラクエ。よっち村のゴールド銀行へようこそ。あ、これは銀行なのね。
なるほど。ほんと村と一緒の仕様だな。すごい。みんな SE 聞こえてるかな？部屋に入る音。おお。あ、これは教会だね。うわ、すごい。すごいんだけど。しかも見て。ちゃんとさ、神の衣装とかさ、ベロニカの衣装とかもさ、2D で再現されてる。細かく。すごい。いやーこれファンの人とかはさ、昔からドラクエ好きな人とかはたまんないんだろうね。まあね、このさ、11S 自体もさ、2D と 3D でさ、プレイできるっていう選択肢があったけどさ、これはファンの人は嬉しいだろうね。ずっと昔から続く四地族の使命を果たせないかもしれないなんて、一族の歴史でも初めてよ。こんなにピンチな時にみんなのまとめ役にならないといけない。長老様も大変だと思うわ。四地族は普通に喋るんだな。壺を壊していく。あ、にゃ。壺を壊していく。で、この上にね、長老様がいるみたいだね。これかな、多分ね。いらっしゃい、よく来たわね。ここは四地族が憩いを求めて集まる平和と安らぎの酒場よ。四地族の好物はもちろん、人間が飲めるのも置いてあるから、どうぞゆっくりしていってね。四地族の好物ってなんだろうね。何食べてんだろう。おぉ。リンゴかな、これ。なんだろう。こっちか？あ、なんか赤いのがいるよ。壺を割っていく。へえ、あなたが噂の勇者様。確かに今まで感じたことのない温かな力を感じるわね。さあ、長老様がお待ちかねよ。祭壇の間に合うから一刻も早く会いに行ってあげてね。これか。おお、入れた。おお。おお、長老様。長老様、見てくださいっち。勇者様が来てくれたっち。勇者様、ようこそよっちむらへ。わしはよっち族の長老、ジョロッチですじゃ。わしらはある使命を果たすために、勇者様を探していたのです。まずは周りにある祭壇をご覧くだされ。それぞれの祭壇にあるのは冒険の書。それには、異なる世界に生きた伝説の勇者の功績が刻まれております。我々よっち族に与えられた使命は、この冒険の書を守り、正しい勇者の功績を後世に伝えること。そのために我ら四地族はこの祭壇の間で冒険の書を大切に保管してずっと守ってきたのですじゃ。しかし見てお分かりになる通り、最近何者かによって冒険の書が破られたり黒く塗りつぶされておるのです。一体誰がこのようなことをしたのかは分かりませんが、とにかくこのままでは冒険の書の正しい歴史が失われてしまいます。そこで勇者様には冒険の書の世界に入り、冒険の書を元の姿に戻してほしいのですじゃ。冒険の書の世界に入るにはロゾゼタシアの各地に存在するという冒険の書の合言葉が必要となります。実は今たくさんの内族がその冒険の書の合言葉を探すためロゾゼタシアに出向いておりましてな。今後、ロトゼタシアで落ち族を見つけたら、彼らから冒険の書の合言葉を聞き出して戻ってきてくだされ。ってことを見つけたら、次から話しかけられるってことね。さすればここにある冒険の書の世界に入ることができましょう。なるほど。さて、クルッチア。まずは先日お前が見つけた合言葉を勇者様に教えて差し上げなさい。はい、長老様。勇者様、これを教えてあげるっち。アンリーは冒険の書の合言葉を教えてもらった。始まりの祭壇の冒険の書の世界、ガライの町へ行けるようになった。ガライの町か。どんな町なんだろう。それでは早速ですが、あちらの祭壇を調べ、冒険の書の世界で何が起こっているか確かめてきてくださり。どれだろうな。これか。光ってる。おお。それじゃあ行ってみるか。月日には始まりの祭壇と書かれている。ここから冒険の書の世界に行きそうだ。どの世界に行きますか？したら、ガライの町に行きますか。はい。おお。あ、BGM が 2D っぽくなってる。おお。これがガライの町か。あ、敵が出てきた。ああ、これだよ、これ、アンリーが知ってるドラクエ。あ、すごい。そうよね、昔のドラクエはさ、これだったんだもんね。うわ、すごいよ。フォンデュをやっつけた。わあ、神はレベル13に上がった。
いの経験を積んでレベルが上がるとスキルポイントが手に入ることがあります。このスキルポイントを使うと、あ、これを、これはあれか、スキルポイントのやつか。したら出るか。こういう世界も体験できるということなのね。ってことはさ、合言葉をね、教えてもらったら、まあ、ちょいちょいこういうところに来てさ、どんなものかをさ、自分のね、目で確かめて、いろんな街をさ、2D でもね、歴代のさ、ドラクエのさ、ゲームをね、体験してみようかな。よっちむら、またな。また後で来るぜ。今は先に進むことが大事だからな。じゃあな。出るか。おお。おかえりなさい、勇者様。どうやら長老の頼みを聞いてくれたっちね。ありがとうっち。これからよろしくっち。おお。わしはクルッチの王子のおじじっちだっち。言いにくいわ、おじじっち。ゆっち村に行きたいときはわしに話しかけてくれっち。あ、そうだっち。勇者様が戻ったらこれを伝えるように長老から頼まれてたっち。勇者様、耳を貸すっち。合言葉か。もしや、ゴニョゴニョゴニョっち。アーニーは冒険の書の合言葉を探してるよっち族の大体の居場所を教えてもらった。三角ボタンを押して戦歴から合言葉よっちリストを選べば、よっち族を探すのに役立つっち。リストを活用しながらよっち族を見つけてどんどん合言葉を教えてもらうっち。頑張ってください、勇者様。じゃあな、よっち族の親父っち。ってことで、よっち村をね、ちょっと堪能したので、早速サマーディ王国に行くぞ、みんな。なんだお前たちは。ここから先はサマディ王国の領地。先に進みたくば通行手形を見せる。兵士におむすび通行手形を見せますか。これが目に入らぬか。ふむ、確かに通行手形に間違いない。よし、通っていいぞ。おう、最初から通せ。じゃじゃん。どんな王国なんだろう。サマディ地方に到着。行くぞみんな。おお、ドッドッドー、おい、戦っていく。いや、さっきまでさ 2D だったからさ、こうやってやっぱ 3D 見るとさ、 3D の良さもあるよね。おいし、よし。アイテムとかありそうだな、ここら辺は。なんだこのかぼちゃ。ザク、サンドフルーツを手に入れた。コットンソーを手に入れた。コットンソー、うわー、見てみんな、すごいよ。うわー、なんか引き込まれちゃいそう。これ落ちちゃうかな。うわー、すごいなこれ。うわー、うすげー。こんなとこ落ちたらもう生きて帰ってこれないよね。お、あそこにアイテム発見。なんだ、獣の骨。ここのさ、サマディ地方はさ、通行手形がないと入れないってことだからさ、治安は良さそうだよね。なんかすごい盗賊とかさ、いそうな感じだけどさ。はい、チーズ。おいし、入っていくぞ、サマディ王国。おお、わあ、これはサーカスかな。そんな感じするね。うわあ、神、こういうところ一番似合うな。盗賊の血が騒ぐんじゃない。にぎわってますね、お姉様。なんだかお祭りが始まるみたい。はんはん、なるほど。ベロニカ熱そうだけどね、この着ぐるみ着て。ここサマディは騎士の国と呼ばれていてね、城の裏のオアシスの上にレース場があるの。そこで馬のレースが行われるのよ。馬のレースか。前にここに来た時、年に一度特別なレースが開催されるって聞いたわ。きっと今はそれで賑わってるのよ。お祭りか。ふーん、馬のレースも面白そうだが、俺たちの目的は大使の枝だからな。忘れんなよ、おちびちゃん。おちびちゃん、何よ、ノリが悪いわね。ノリ悪いって言われてる。この街を楽しみましょう。おお、サマディ城下町。もししたら
このね、サマディ城下町をまず探索するか。とりあえず仲間たちにさ、話しかけてみようかな。ほう。この王国には以前、アンリー様を探しに訪れたことがあるんですよ。前よりも賑わっててびっくりしました。おしろい行くには海南中央を登って、パドックの2階をぐるっと回っていくんです。パドックか。アンリー様とても広い王国ですし、迷わないように気をつけましょうね。いや、絶対迷うパターンだ、これ。やったね！やったね！大事な枝のことを聞きにお城へ行くのは街を散策してからでも遅くないわよね。アンリン、せっかくの機会だからいろんなところを見回ってみましょうよ。大事な枝の話も聞けるかもしれないわ。そういや、馬のレースも面白そうだが、俺たちの目的は大事な枝だからな。さっさと王様のところに行こうぜ。したらまずは武器屋とか見に行くか。あ、妖精の杖、これ結構強そうじゃない？杖もするよ。杖がさ、またさ、作れる素材が持ってないからね。したらこれを買おうか。ウィン。で、ちなみにベロニカに持たせてと。はい。おいし。したら防具見てくか。防具の店は隣？隣のお店みたいだね。したら隣のお店に、ここか。何がいいかな。お、シルバートレイ、ターバン、ウサミンバンド、レザーマント、踊り子の服。お、お、セイリアのさ、守備力がかなり上がるな。これ買っていくか。はい、これはセイリアにつけてと。はい、かなり守備力上がるね。他には特にかな。ウサ耳バンドはセイヤにつけとこうかな。したら、はい、これはセイヤにつけてと。おいし、これで結構強くなったんじゃない？セイヤ、おおお、おい、踊り子大将ってこんな助け身なんかい。おお、マジかよ。おお、みんな、せいや、ドスケベやな、この格好。このさ、盾とさ、ステッケがさ、またさ、色味がさ、合っててさ、いいんだけど。お、いいね、いいね。せいやはちょっと、B カップぐらいですね。いや、C カップぐらいですね、大きさは。おし、いい武器も手に入ったことだし。お、このお姉さんさ、デルカダールのところにもいたな。あら、素敵なお兄さん。ねえ、パフパフしましょう。いいでしょ。おい、来たよ、みんな。パフパフ、ここにもパフパフあったのかよ。いや、ホムランの里ではね、初パフパフだったからね。声をかけてお姉さんに誘われたからには、しないわけにはいかないよな、パフパフ。あら、嬉しい。じゃあ、私についてきて。あ、ドキドキする。お、なんかさ、怪しいな、この扉が。看板とか何もないんだね。パフパフのお店みたいなさ、そういう看板とかなくてさ、裏のお店みたいな。お、お姉さんが待ってるよ。失礼します。うわ、ドキドキする。こっちは、うわ、一気に暗くなったんだけど。ちょっとまず物色してから。他のお客さんはいないみたいだな。まず樽を壊して、樽を壊してって、壺を壊してって、で、体をリラックスしといて、体をリラックスしといて、よし。うわ、しかも見て、みんな、ライトもピンクなんだけど。うわ、いやらしい色だな、これ。いやらしすぎないか、この色で。お姉さんに話しかける。お、ドキドキ。あら、そんなにいっぺんにお相手できないわよ。あ、そっか、仲間がいるからか。一人でついてきていい？これ一人ですることなのかな。ホムラの里ではね、神とさ、離れ離れだったからさ、特に何も言われなかったけど、今回はそうだね、三人いるからね、仲間が。まあね、みんなには悪いけど、みんなには悪いけど。はい、さあ、こっちよ。お、アンリーは一旦仲間たちと別れた。仲間たちどこ行ったんだろう。え、仲間はどこ行った。え、カミュー悪いなぁ。おい、みんないるじゃねえかよ。ちょっと待って、ちょっと待って。勇者様も男性ですから仕方ありません。私は理解してるつもりですよ。
せいには物分かりがいいじゃねえか。あんにはほんとにスケベね。勇者様が聞いて呆れるわ。ベロニカ、気づくのが遅いぞ。勇者あんにはドスケベなんだ。ドスケベ勇者様なんだよ。お前好きだな。後で話を聞かせてくれよな。おいカミュー、よかったら後でお前も行けよな。俺らがベロニカとかをさ見てるからさ、カミュも後で一人で堪能してこいよな。ルンルンルン、これからこれからパフパフをやるポーズだよ。おいめちゃくちゃ楽しそうなんだけど。おしみんな、じゃあ行ってくるぜ。待っててくれよな。かわいいせいにゃプンプンしてるね。さら、ちょっから行ってくるぜ。あ、ドキドキする。こんなさ、部屋に案内されたらさ、そりゃもうね、男のロマンがいっぱい詰まってますね。あ、うわ、おいおいおい、おい、なんちゅうハレッチな場所なんだよ、ここは。おい、こんなさ、うっすらほのかにさ、ピンクのライトがいい味出してるね。うわ、ドキドキする。2回目のパフパフ。ねえ、ベッドに座っててね。あ、いいんですか。あ、明かりを消して暗くしてもいい。おい、マジかよ。前回のパフパフと違って本格的なんだけど。消すわよ。あ、パフパフ、おおおお、うぷぷぷぷ、おお、あそこ、あ、来てるよ、なんか。パフパフ、おお、いいじゃねえか。あ、もうちょっとそこの下、パフパフ。これは、はっ、ポロン、パフパフ、おお、うー、パフパフ、あー、やべえ、そこは気持ちいい。どうだ坊主、わしのパフパフはいいだろ。おい、え、おい、ホモが、私の父さんやパフパフがとっても上手なの。おい、親父、おい。おい、ママで騙されたじゃねえかよ。はあ、え、お姉さんは全くパフパフしてなかったのねえ。肩こりが治ったでしょ、また来てね。お、肩だったのかよ。せっかくポロンまでしたのによ。まあ、気持ちよかったからいいけどな。おい、めちゃくちゃ硬いな、こいつ。これはやられた。てっきりさ、てっきり今回もさ、パフパフさやられたと思ったのに。うわー、やられたぜ。ちょっと待って、見えない見えない見えないぜ。わしの娘に変な気を起こさぬようにな。わははわははじゃねえ、わははじゃねえよ。こりゃさ、クレームくるレベルだよ。ちょっとみんな見てたか、どうだったの。あ、聞いちゃうんか。何も聞かないでくれ。さっさと行くわよ。ベロニカをさ、いろいろ察してくれてるな。まさかさ、肩こりをさパフパフされてるとは思わなかった。おったく、やられたぜ。みんな、ドスケベ心がさ、ついついドスケベ心が、なんか喧嘩してるよ。どうしたんだろう、なんかあったんですか。この国馬が多くてさ、うっかり落ちてる糞を踏んづけてしまって、彼女の機嫌を損ねちゃったんだ。糞ぐらいいいじゃねえか。頑張って大金をはたいて旅行に来たのに、うまくいかないものだな。もう踏んだり蹴ったりだよ。東方、おいおい、馬だけにってか。この人ったらどんくさくって、さっきから馬の糞を踏んでばかりなの。せっかくの旅行が台無しよ。こんな馬臭い人と一緒に歩きたくない。どうせ付き合うならパーリス王子みたいなハンサムで何でもできる彼氏がよかったわ。パーリス王子ってことは、このサマディ王国のさ、王子様だね。おいおい、喧嘩はよくないぞ。お、ターマを手に入れた。間もなく邪悪になるカメラ。クククうううなんか悪い夢でも見てますね。お、獣の皮を手に入れた。おいし、この前話題になったらシルビアという男、この前ちらりと見かけたがの。背が高くてキリッとしたハンサムじゃった。シルビア、わしがもう少しをかければデートに誘ったんじゃがの。ほほほ、ファーリス王子とシルビアって人がさ、このね、今回サマディ王国ではさ、重要な人物になるのかな。お、ひん、騎士の馬だ。どうやら機嫌が悪そうだ。
おいおい、人参もらえなくて機嫌損ねてんのか。これは普通の間だね。こっちはね、多分練習の間なんだろうね。うわ、でかっ。おー、いい気なめの馬の持ち主だ。これは普通の、え何やってんのこの人どういうこと、なんでここにいんの、どういうことよ。うん、こんなところで何をしてるかだってそれは決まってるじゃねえか。幸運を授かるためのおまじないさ。なんでおまじないだよ。馬になりきれば今日こそレースの予想もきっとうまくいく。おい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 、そんなのうまくいくわけねえだろ。そんな気がするんだ。あなたも騙されたと思ってやってみるといいぜ。どうやってさできんの。あ、これで。わ、なんかさ、バフンとこ落ちてそうだけど、とりあえず座ってみるか。馬の気持ちになってみるか。よいしょっと。なにこれこれさ、祭り人が見たらさ、絶対ヤバいやつだって思われちゃうね。おう、あんたも俺みたいに馬になりきりたくなったな。どうだい、悪くないもんだろう。いや、めちゃくちゃバフンが臭いんだけどな。なんだかあんたとは馬が合いそうだな。わはは、うるせえわ。じー、おう、馬の気分はそんなにいいもんじゃないね。馬の気分、乗ってる方が好きだな。馬の風を手に入れた、いらねえ馬の風いらねえ、何に使うんだよはぁ、ウケる。伝統のファーレス杯開幕迫る。あ、ファーレス杯っていうのか。今回開催されるさ、馬のレースは名騎士オグイは王者防衛なるか。王子とオグイ騎士のさ、レースがさ、このねファーレス杯では見物なんだね、多分。うん、ダメだね。何がダメだ。絵の構造がね、なかなか決まらないね。こう、ガッと来るような衝撃というかね。要するに絵はね、ガッと来ないとダメだね。そうね、ガッとね。あのね、僕はね、画家なんだよね。ガッと来る絵を描くには空想が必要だからね。だからこうして突っ立っているんだね。いやいや、そんな突っ立ってる暇があったらさ、ガッと来るさ、ものを探した方がいいんじゃない?突っ立ってたおかげで、テーマも決まってね。月の下で暴れる獣たちの共演をテーマにして、絵を描きたいんだけどね。なんかね、いまいち買ってこないんだね。僕が思うにね、致命的にやっぱあれが欠けてると思うんだよね。バラクバー赤軍とワイバーンドック、それに加えてビーストモード、これね、最高の組み合わせなんだね。何言ってるか全然わかんないんだよ。君が連携技、あー、連携技のこと言ってんのかよ。なるほどね。ってことはゾーンに入ったらビーストモードを使えばいいってことか。なるほどね、了解了解。したらビーストモードをさ、受けたらさ、またね、報告しに来よーっと。これ誰壊せる。おい、お、魔法の小瓶を手に入れたぞ。ブルブルブル、この馬すごいね。サーカス専用のお馬さんかもね。おお、このサマディ王国ではサーカスも有名なのかな。入れる?サーカス。あら、お客様ごめんなさいね。コーナーサーカスのチケットはもう売り切れちゃったの。ああ、有名な旅芸人シルビアのショーがあるってチケットも争奪戦だったのよ。また今度いらしてくださいな。あ、さっきさ、おばあちゃんがさ、シルビアがうんたらうんたら言ってたけどさ、サーカスのさ、名芸人なのね。なるほど、だからコーナー人気なのか。ってことは入れないのか今は。こっちから入れる。お、入れた。もしや裏ルートがあるとか。裏ルートがあるとかかな。あ、なんだこれ。おお、サーカス用品だよ。ふふん、誰だろう。ふふん、こんな場所まで忍び込んでくるだなんて。さて、私のファンって。いや、ファンではないですね。あら、私は目の前にして、もしかして緊張してるのかしら。そんなに恥ずかしがらなくていいわよ。これはちょっと、釜が入ってますね。今度ここで私のショーを開くの、絶対にロマンチックな夜に示せるわ。ぜひ見に来てね。私のショー、あ、私のショーってことはあれ?この人がシルビアって人かな。全然予想してたのと違うんだけど、もっとイケメンかと思ったけど、まさか、ちょっとお姉が入ってたとは思わなかったな。あ、宝箱。あ、空っぽ。おい、なんだよ、フェイク会をやられた。夜は立ち入り禁止だ。あ、夜は入れないのか。すごいね、ファーレス王子はさ、女性支持が多いんだな。どんだけイケメンなんだよ。
したら朝にならまで待つか。朝にならないと入れないみたいだからね。お、クエストあるぞ。おっと、お客さん、もしかしてサマディ名物サボテンステーキをご所望なのかい？サボテンステーキ、もしそうだとしたらすまないね。今サボテンステーキは絶賛改良中でちょっとお休みをさせてもらってるんだ。美味しそうだね、サボテンステーキ。サボテンゴールドが持つゴールドサボテンを材料に使えば改良がはかどるんだけど、私の力じゃ手に入れられなくてね。ってお客さん、なかなか強そうだな。お、この天使分かってんね。勇者アルリンがさ、強いってことをな。あんたならサボテンゴールドを倒してゴールドサボテンを手に入れられるかも。頼む、新しいサボテンステーキのためサボテンゴールドを倒しゴールドサボテンを手に入れてくれないか。サボテンゴールドなのかゴールドサボテンなのかさ、これ自分で言っててさ、わけわかんなくなっちゃうな。まあ、せっかくならさ、このさ、サボテンゴールドを倒しに行きますか。朝になるまでね。したら、うい、一個でいいんだね、オッケー。したら朝になるまでさ、サボテン探しに行くか。せっかくならゴールドサボテンってことはさ、キンキラに光ってんのかな。朝になるまでの時間稼ぎだ。ついでにね、アイテムを取っていく。サバンナウッドを手に入れた。サバンナウッドか。お、あそこにもアイテムあるよ。買っていく。ザク、サンドフルーツを手に入れた。コットンスを手に入れた。コットンスを手に入れた。どこだろう、サボテン。どこにいる？サボテンいないんだけど。あ、これ？サボテンって。あれ？あ、これじゃないか。これは、これはするサボテンか。おい、紛らわしいんだよ。サボテンちゃんがいないんだけど。お、チーミゲットしたぞ、チーメン。ほう、獣の骨ゲット。お、サボテンいっぱいいたぞ。こっちにいたのか。ずっと探してたぞ。おりゃ。ゴールドはいないみたいだからサクッと倒すか。おお、おいしい。よっしゃ。おう、カメラレベルアップ。危ない危ない、危ないぞ。カミュー、後ろから来てるぞ。後ろから狙われてる。ああ、ね、全然ゴールド来ないんだけど、どういうこと？おととい来やがれ。ゴールデンサボテンどこいんだよ。全然いないよ。もうこれじゃ朝になっちゃいそうだぜ。今度こそどうだ、来い、ゴールデン。やっと出たー、みんな。このさ、サボテンゴールド探すのにさ30分かかったんだけど。おい、どういうことだよ。なかなか出ないのか、このサボテンは。たくよ、カメで攻撃していく。おいし、アンリンでサボテンゴールドを攻撃していく。こいつ硬いな、サボテンゴールド。ロリニカのメラをしていく。おい、こいつも超硬くない？セーニャの笛みを自分自身にかけていく。いで、さらに攻撃でやっていく。次倒せるんじゃない？メラでやっていく。メラ、ほら、おい、どんだけ硬いんだよこいつ。で、ここは神に神に褒美をかけていく。神様回復。で、ここはアンリーの火炎斬りをしていく。せい、おっしゃ。おい、全然知らないんだぞ。で、ここも攻撃でサボテンゴールドやっていく。ほらからの火炎斬りやっていく。せいや、おっしゃー、やっと倒したぜ。お疲れ様でした。強かった、強かったというか手強かったぜこいつ。なかなか見つかんないし。お、宝箱ゲットした。お、ベスバスリーグ、よっしゃー。お、ゴールドサポテンゲット。おし、したら渡すか。いたいたいただん。いや、お客さんじゃないか。うちに顔を出したってことはゴールドサボテンが手に入ったのかい。いや、めちゃくちゃさ、探すの苦労したぞ。アンリーはゴールドサボテンを渡した。
これがゴールドサボテンか。すごいな。普通のサボテンとは艶が違う。厚みもあって食べ応えがありそうだ。結構硬かったからね、ゴールドサボテン。とりあえず生で一口。おい、生で食うのかよ。ふむふむ、この糸を引くような粘り気も、舌を刺すような酸味も素晴らしい。よしよし、これなら考えていた通りの最高のサボテンステーキが作れそうだ。ありがとうよ、お客さん。おかげでいい料理が完成できそうだ。少ないけど、お礼をさせてくれ。アンリーはめかわしのカードを受け取った。サボテンゴールドみたいな転生モンスターは他にもいるからな。目撃情報を集めて、戦いの経験を積みながら探してみるといいさ。おいしい。美味なるサボテンステーキ、クリアだぜ。あめめ、おいしい。ということでね、今回はこの辺で終わりにして、次回はですね、サマディ王国の王子様にみんなでね、会いに行きたいと思います。いや、無事にさ、大樹の枝があるといいんだけどね。ってことで皆さん、チャンネル登録と高評価、それとね、コメントもしてくれたら嬉しいです。アンリーでした。バイバーイ。